は、外国人の、その、まあ、BP とかの、あの、より強化、制限しようとしてますけども、うん、そうすると、その、シンガポールの国際競争力が下がることになりますか？じゃあ、EV の問題についてはですね、あの、シンガポールでもう今40万ぐらいの、ね、外国人労働者、あるいは外国人人材がね、シンガポールに入ってるから、だからその中で、多分一部ね、例えば 10% もあの削れると思いますね。だから基本的には、あの政府の言い分は、その EP がいなければ、じゃ全体の競争力が影響されると。我々はそうじゃないな。あの一部の EP をね、とあと SP ね、削ることができます。例えば何十万人の中で1割を削ればもう何万人のね、その就職の機会が作られるから、ただそれについてはあの国会に入ったら積極的に政府にそれをあの押します。